大はピュアラブです。元白鳳道の原田洋平さんのお父さんが湧く丸の後に副作用で ICU 送りになりました。原田洋平さんのお父さんは まさかこんな重篤な副作用が起きるとは思っても見なかったようです。すごい軽い気持ちでね、行かれたようです。しかしなぜかこのことをどのマスメディアも 報じていません。唯一、トースポだけが報じていました。原田洋平さんは、それに関して、今なら、トースポが言っている、UFO や UMA の記事も、 信じてしまうな、ということを言っていました。原田洋平さんは、タイムマシーンで過去に戻れるなら、絶対に父に枠く丸を丸しないと言っていました。 ちなみに、ワクマルの種類は、ファイピーだそうです。えー、一連のね、原田洋平さんのツイートに関してはね、えー、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、えー、そちらの方もね、ご覧ください。 ご視聴いただき、ありがとうございました。